いつもご視聴ありがとうございます。今週のアグレット公式アナウンスまとめ動画となります。今回のトピックは以下の通りです。まずワールドカップコレクションのコンプリート報酬の画像が出てきましたので、簡単にそのご紹介とコレクションのちょっとしたポイントをお話ししておきます。そして先週に引き続き今月のゲストクリエイターインタビューです。皆さんお待ちかね、今週末登場の楽山金子さんに今回の NFT アパレルやご自身のことについてインタビューをさせていただきました。最後に今後1週間のスケジュールの確認をしておきます。では最初にサッカーワールドカップ、我らが日本代表は初戦のドイツに勝利する大金星を挙げていきなり盛り上がってますね。さてワールドカップの開催中、アグレットでもワールドカップにちなんでサッカーボールのマークをしたスタッシュからサッカーの靴やアパレルが出るイベントが開催されています。もうすでに集め終わっている方もいらっしゃると思うんですが、そういやマップにサッカーボールのマーク出てくるけどそのイベント何っていう方は前回の動画に詳しくまとめていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。簡単にご説明しますと、サッカーの靴は全部で12種類コレクションになっていて、サッカーボールのマークをしたスタッシュからはワールドカップ終了の12月18日まで出現します。そして完成期限までにコンプリートすると報酬がついているタイプのコレクションなんですが、今回はこちらのゴールデンブーツとなります。箱に入ってるので完全な見た目は手元に届くまで秘密なんでしょうかね。ワールドカップのトロフィーみたいにキンキラキンでしょうかね。サッカーボールのスタッシュに行けば確定でサッカーアイテムが出るということもあって、靴は比較的よく出ているようですが、やはりレアなものもいくつかあって、レッドカードの絵が描かれているヘッドバットや1966などもまだまだ高値で取引されていますし、なんといってもハンドオブゴッド、マラドーナの神の手の靴ですね。やっぱりこれが一番高値で取引されているようです。ですので複数個を見つけた方はラッキーですので、高値のうちに売ってしまうのがいいかもしれません。コレクションにあまりこだわらない人も同様ですね。ただししっかりコレクションを完成させたい人は少し慎重になってください。この手のスタッシュから集めるタイプのコレクションではいつも一つ突出してレアな靴が用意されていて、それはイベントの最後の最後まで高値のままであることが多いです。多分今回だと神の手がそうなりそうな感じですね。この靴をゲットできるかどうかがコレクション完成の鍵になってきますので、コレクション完成を優先するか、レギュラーアグレットやゴールドアグレットを稼ぐことを優先するかで判断してください。まあ神の手の靴は絵も可愛いのでね、普通に欲しいですけどね。自力で引き当てたラッキーな方はぜひコメントで教えてください。ワールドカップイベントはねまだあと3週間ほどありますので焦らずに集めていきましょう。それでは今回のゲストクリエイターインタビューに移りましょう。今週末のウィークエンドドロップのゲストクリエイターである楽山金子さんにインタビューをさせてもらいました。今回の NFT やアパレルの裏話や楽山さんの普段のご様子などファン必聴のお話を聞かせてもらいましたので、インタビュー形式でお楽しみください。10月のクリエイターズドロップ初選出に続いてゲストクリエイターへの選出、そしてクリエイターズマンスのセミファイナルにも出場と、もう怒涛の2ヶ月近くだったんではないでしょうか。そんな中でもクリエイター側から応募する形ではなく、ゲストとしてご指名という形ですから、特別に喜びも大きかったんではないかなと思います。改めておめでとうございます。ゲストクリエイターに選ばれた時のご感想を教えてください。とても衝撃的で、最初は連絡が来ても信じられませんでした。私自身10月に初めてクリエイターズドロップに採用されたばかりでしたので、詐欺かなと怖くなり、すぐにマミーさんに相談しました。選ばれたことは本当に光栄なことですが、それ以上に私で大丈夫なのかなと不安になりました。ですが気持ちを切り替えて自分の作品を皆さんに見てもらえる最高な舞台を楽しもうと思いました。そんなことがあったんですね。まあでも怪しいと思ったらね、一人で悩まず周りに相談するの大事ですからね。では次に NFT やアパレルのテーマについてですが、今回はチキン NFT ということで、それが判明した途端に界隈がざわついてましたね。チキンはどこから発想を得たんでしょうか。 NFT やゲーム内シューズのコンセプトなどを教えてください。私はアグレットジャパンに所属しております。その中でチキン島のデザイン大臣を担っています。そのため NFT になると聞いて迷わずすぐにチキンで勝負しようと思いました。
提出期限があり不安でしたが、本当にチキンに助けられました。これまでにもチキンを仕込んだ作品を投稿していますが、採用されていないので、この大舞台でチキンで勝負できたことは本当に嬉しいことでした。当主のチキン高野さんも最高に喜んでくれました。チキン島万歳ということで、これを機にアグレットにチキンフィーバーが巻き起こるでしょうか。かなりインパクトの大きいデザインになっています。ナンバもいるチキンに目を奪われがちなんですが、毛羽立ちを思わせるような素材で、針絵のようにたくさんの色がつながれていたり、ソールにはジャパンの文字も書かれているなど、細かいところまでこだわりが詰まっていますね。そして今回は初のアパレルもデザインされて楽しかったんではないでしょうか。チキンの羽はついているのかとか、いやいやきっと帽子にトサカがついてるに違いないとか、皆さんいろいろ想像されてたと思うんですが、チキンの帽子ありましたね。他にも怠け者にスーパーマン風、それからデイブのパーカーと、かなりバラエティ豊かになっていますね。何か一つのコンセプトというよりは、楽さんさんの好きなものを詰め合わせといった感じでしょうか。ノルマとしてアパレルを1つから5個作成するように言われただけでしたので、実はアパレルに関しては NFT に付属するアイテムだと知りませんでした。なので私のアパレルにコンセプトはなく、 NFT と全然関連してません。1つだけチキンを作成していてよかったとホッとしている次第です。そんな私らしさが詰まったヘッポコアパレルを楽しんでいただけたらと思います。ということで、勝手にもしや全身でチキンになりきるのかなって想像してたんですが、アパレルも楽さんサンワールド全開のいろんな服が楽しめて、これ逆に嬉しい人も多いんじゃないでしょうかね。では次に、セミファイナリスト選出の時にもインタビューさせていただいてますので、今回はどちらかといえば楽さんさんご自身のことについてもう少し教えてください。ツイッターのプロフィールに、現在は絵の勉強中ですと書かれているんですが、普段どういったご活動をされているんでしょうか。あ、ただの子育て中の主婦です。家事や子供の習い事などのない隙間時間に作成しております。なので寝かしつけた夜が一番集中できる時間です。絵については今でも本当にわからないことだらけで勉強中の身です。ネットと YouTube で勉強しながら探り探り頑張っています。いや、ただのとおっしゃいますが、家事や育児との両立って本当に大変だと思いますし、時間を捻出しながらあのペースで作品を投稿し続けてらっしゃるのは本当にすごいことですよね。ママさんクリエイターということで、どうでしょう、運営さん、将来子供向けの靴も展開するときには、ぜひ楽さんさんにママ目線の意見求めてみてはいかがでしょうか。楽さんさんの作品には斬新な発想に毎回驚かされるんですが、どういうものやことから着想を得ることが多いですか。靴といろいろなものを融合させるのが私の特徴だと思います。ゲームならではのシューズ、リアルでは実在しないシューズが私の好みです。アグレットをするようになってからは、常にシューズと融合できないかなとアンテナを張りながら生活しています。皆さんとの会話や皆さんのつぶやきなどもとてもヒントになっています。チキン関連の作品はアグレットジャパン内での皆さんの会話を拝見して生まれた作品です。アグレットの世界にどっぷりハマり、楽しみながら作成させてもらっています。それでは最後に、これからも楽さんさんのご活躍を期待しているファンの皆さんへ一言メッセージをお願いいたします。いつも応援ありがとうございます。アグレットをしている方たちは皆さん本当に優しくて感謝感謝です。私自身は楽しいことも大好きですし、ふざけたことも大好きです。気軽に声をかけて絡んでもらえたら嬉しいです。ということで、イマジネーションの女王楽さん金子さんに貴重なお話を聞かせていただきました。楽さん金子さん、今回もありがとうございました。では最後に、簡単に今後1週間のスケジュールを確認しておきましょう。11月27日日曜日朝9時からはウィークエンドドロップです。こちらが先ほどご紹介した楽さん金子さんデザインの NFT とゲーム内スニーカーの会です。 NFT の価格は180ゴールドアグレット、数量500足となり、購入者には特典のアパレルがついてきます。ゲーム内スニーカーも楽さんさんの個性が爆発している面白い靴が勢揃いとなっています。これまでにデザインショーケースに投稿されたものが中心だと思うので、見覚えがある方も多いでしょうね。これゲーム内に実装されるの待ってましたって感じですよね。皆さんのお気に入りの靴はどの靴ですか。価格がね、ちょっとゲストクリエイターの会でも毎回バラバラなので予測がつけにくいんですが、
どの価格帯のものも早く売り切れるんじゃないかなと予想されますので、お好きなデザインから早押し頑張ってみてください。11月のゲストクリエイターがデザインした4つの NFT はコレクション対象となっています。残すところこの楽山さんの NFT1 つとなりましたね。日本時間で11月30日の22時59分までに完成させると NFT ではありませんがティア1のリワードグッズがもらえます。では次に11月29日火曜日0時からはクリエイターズドロップです。いよいよクリエイターズマンスも最終週、第4グループの投票となる回です。これまでとルールについては同様で、各デザインとも価格は3ゴールドアグレット、数量1万です。このセミファイナルに選出された24足の靴もコレクション対象になっています。こちらの完成期限も NFT のコレクションと同様です。セミファイナリストへのインタビュー動画もついに次回がラストとなります。これまでのグループも全て動画にしていますので、推しクリエイターさんの発掘や投票前の参考にぜひご覧ください。臨時で投票日の前日に動画投稿予定です。次はもう12月ですね。12月1日木曜日0時からはミッドウィークヒートです。前回ね、サッカーの日本対ドイツ戦の勝利直後だったこともあって、私を含め完全に忘れている人が続出の回でしたが、今回は日本代表の試合は被ってませんのでね、よかったらチェックしてみてください。ちなみに次回以降の試合はご覧の通りですね、アグレットのドロップ時間とはね一つも被っていませんので、心置きなくサッカーを応援していきましょう。そして翌週になりますが、12月2日金曜日朝8時からはデイブズギャラリーです。毎週金曜日の朝8時から公式のディスコードサーバーで配信されます。いつも通りスケジュールを日付順に並べておきました。こちらはツイッターの固定コメントの方に画像を上げていますので、簡単なものですがよかったら画像保存してご利用ください。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット週間を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。サッカーの靴は少しゲットできたんですけど、アグコあるあるアパレルの引きが弱すぎてね、サッカー靴に似合う服がなかなかないねんな。